皆さんこんにちは。音読学院学習ブログのトシです。今日は日記の動画です。今日2月27日、2月はあと1日あるんですけれど、ここで2月を振り返ってみたいと思います。まず動画についてです。YouTube これに投稿した動画の数は1月より減っています。なぜかというと、撮影した動画を組み合わせて編集をして投稿するようになったからです。以前は撮影したらそれをそのまま投稿で、撮影したら投稿、こういう形をとっていました。そうすると学習の内容がいくつかに分かれてしまうんですね。それをなくすために、同じ学習内容については1つの動画の中で見れるようにしました。ですから動画2つ撮影して、それを組み合わせて1本の動画にする、3つ撮影してその3つを組み合わせて1本の動画にする、こういうことをしました。ですから投稿数は減っているんですけれど、実は撮影した回数というのは2倍まではいきませんけど、2倍に近い数、これを撮影しています。それからまだ私編集に慣れていないんですよ。ですから投稿するまで時間がかかるんですね。撮影から投稿まで時間がかかって、 YouTube に投稿した時間24時夜の12時ですね、0時とも言います。この時間を過ぎてしまうことがよくありました。この時間だともう皆さん寝ていますよね。ですからこれ直していきたいと思っています。ですから皆さんが寝やすい時間に、3月中に午後の6時から9時の間に公開できるように、なるべく早く修正していきたいと思っています。まあ動画の方はこんな感じです。で、学習塾の方、これはどうかというと、静岡県で私立高校の入試がありました。また中学校では定期テスト、学年末テストがありました。問題は以前とはだいぶ変わってきています。その内容については他の動画でお話ししているので細かいところまで言いませんけれど、丸暗記だけではもう解けない問題、これがすごく増えていました。ですから私たちも指導する上で、生徒たちが学習した内容、これをしっかり理解できているかどうかを確認する指導がとても必要だなと改めて感じています。今回は2月を振り返ってというタイトルでお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。これから3月頑張ってまた動画の投稿をするのでよろしくお願いします。さようなら。